安倍文樹院は奈良県桜井市安倍にある家厳州の寺院。三号は安倍山。本尊は文殊菩薩。回帰は安倍倉橋のマロとされる。霧戸、文樹、亀岡文樹と共に日本三文樹に数えられる。宗教法人名は文樹院。大化の改新の時に左大臣として登用された安倍倉橋のマロが大化元年に 高徳天皇の直眼もあって、安倍氏の氏寺として、安倍山数刑寺を建立したのが始まりである。創建当時の寺地は、現在の文樹院の西南300メートルほどのところに、あったが、平安時代末期に、東の峰の明楽寺の総平に焼き打ちされ、全焼する。旧寺地は、安倍寺石として、国の史跡に指定され、史跡公園として整備されている。 発掘調査の結果、安倍寺は東に近藤、西に東が立つ法流寺式河覧配置を持っていたことが分かり、出土した古河原の様式年代からも創建が7世紀に遡る寺院跡であるとみられる。東大寺洋六巻六には、東大寺の末寺の一つである、数形寺が安倍倉橋のマロの混流であることと、数形寺の別名が安倍寺であったことが記載されている。 鎌倉時代になると拠点を現在地にあった数形寺、里都市や市院の別院、万願寺に移して再興がなされた。その際、安倍寺が東大寺の末寺であったこともあり、東大寺の復興に尽力した長元商人の縁で、仏師、会計の手によって本尊の文字菩薩像が作られている。それにより、万願寺は別名を文字堂とも言われ、 達中寺院も二十八号あり山と十五大寺の一つとして流星を誇った。しかし、永六六年に松永久秀の軍勢に焼かれてしまい、本尊をはじめいくつかの仏像は焼け残ったが、建物はほぼ全焼し、追尾してしまう。漢文五年、元安部寺万願寺の本堂、文殊堂が再建され復興される。明治になり、当時は廃仏希釈をくぐり抜け、 名称も、文樹院というようになっていたが、かつて敵対していた、東の峰の明楽寺は、廃寺とされ、新たに、丹山神社となった。その際、不要とされた、明楽寺の本尊、阿弥陀三尊像は、くしくも当時が引き取ることとなり、1883年に、東院に移されるが、なぜか、釈迦三尊像として祀られ、現在も保存されている。当院では、恩明寺、 安倍の生命が恩明堂の修行をしたとも言われ、2004年には生命堂が200年ぶりに再建されている。2010年には安倍氏と関わりがあるとされる安倍晋三が第90代内閣総理大臣安倍晋三名義で石道路を寄進している。毎年9月にはコスモス畑を迷路にして遊べるようになっている。白山道門樹院西古墳2007年4月。 全国の神社仏閣では初めて電子マネーのエディ、ID、ピタッパ及びクイスプを導入した。配管料、エマ法納、お守り、祈祷料などの支払いを本堂に設置された読み取り端末に電子マネーの IC カードや携帯電話をかざすことで現金を使わず行うことができる。2010年3月13日より、愛子か銀根も利用可能となった。または、 駅から徒歩25分駐車場300台分あり。ありがとうございます。